はい、皆様こんにちは、こんばんは、梅です。ですね、今日はシーズンマッチやっていきたいなと思うんですが、今日の補正が全属性の HP が 0.5 ずつアップしておりますので、こちらのマデッキ、ククルカトップの、呪い主体にはなるんですが、こちらの、自分の好きな、デッキでやっていきたいと思います。で、久々にちょっとツナツナなんかを入れて、引ければ、ちょっと、発動すればいいかななんて思ってますので、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日は頑張っていきます。こういった HP が上がっているときは、代償デッキだったりとか、呪いを警戒して、暗黒デッキとかっていう形で、様々、いろんなデッキいるとは思うんですが、できれば、デッキだったりとか、代償以外の神ターンなんかと当たれれば、呪いなんで、うまくいけるんじゃないかなと思います。さあ、行って吉野ですね。もし先行取れればって感じなんですが、OK。これ多分大丈夫だとは思うんですが、ちょっと注意しながら行っていきたいと思います。で、まずククルカを打っていって、タイガーリリー、ヒスイ、ニーブと来てますので、手駒も悪くないと思います。まずここの呪いが吉野以外を、呪ってくれればベストなんですが、さあどうでしょう。あ、OK。いい感じですね。呪いも吉野以外にかかりましたので、だいぶいいです。お、相手も、アルカードか。結構相手もいい引きしてます。さあ、どうしよう。ちょっと相手、マデッキなので、特殊罠、怖いので、タイガーリリーを先に打っていきます。いいですね。2200の、特殊と呪いが1枚っていう形なんですが、2枚重なって呪われたので、出してきちゃいましたね。次、吉野を打ってくるような形になりました。で、ルキアなので、犬が釣られますので、C6、打っていきます。で、次、タイガーリリーのコンボ動線が、繋がれば、翡翠か、ニーブ、ニーブですかね。ニーブが、どっか辺に置ければ、いいかなと思うんですが、おっと、相手が C2 取ってきましたので、D1、タイガーリリーとコンボしながら、ニーブを辺に置いていきます。さあ、OK。ここで特殊が入っていくって感じですね。さあ、次ですね。またこっから、相手多分 A3 取ってくると思いますので、そうすればお経を、E2 に置いていきます。で、そうすればお経2ターン発動しますので、で、ルキアも来たので、多分相手が、B4 に入ってくるはずなので、そうすればルキアでロックをして、で、ニーブ発動して、お経の呪いと、畳みかけるような形で、行きたいと思います。さあ、ちょっとアレスはきついが、さあ、ニーブが発動して、お経の呪いとっていう形なんですが、さあ、ここ、春なんで、コンボスキル。2000でしょう。アレスが1500なので、ちょっとカルマメイ打ったところで、飛ばしきれませんので、もうルキアでロックします。さあ、ここでダメマスを生成するが、あんまりいいところではないです。さあ、どうでしょう。ここを耐えれば、ルクスリアも控えてますので、でも2枚呪いが出ちゃったな。なるほど。カルマメイ、やべえ。おっと、危ねえ。ギリギリ耐えましたので、逆にこれめっちゃ減ってくれたんで、ルックスリアを、犬とコンボというよりかは3枚返しの方がいいと思うので、アレス下に打って、飛ばせればと思うんですが、ちょっとギリギリかなと思います。さあ、どうでしょう。さあ、1299なんで、いや、でも2枚のろなんで、いきますね。OK!飛ばしていく。あぶねえ。ちょっとギリギリになりましたが、無事勝つことができました。ちょっと、せっかく入れたツナツナ、来ませんでしたが、良かったんじゃないでしょうか。ちょっとギリギリになってちょっと疲れましたが、あと一回勝てば、またダイマス維持できそうなので、ちょっと頑張ってやっていきたいななんて思っています。またちょっと頑張ってやっていきますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ今日は本当にありがとうございました。星屑空いつでも